じゃあ、まずはマラソンを消化していきましょうか。うん。マジでそれだね。楽しんでるやつもいりゃ、いはするけど。いらん苦労はこう思ったよな。いい。オッケー。そうな。ちゃんと経験って言ってくれるあたり、まあ、いいでしょう。はい、役者。熊のぬいぐるみってお前だったんだ。うん、信頼できるっていいよね。いいね、いいね、いいね、いいね。絶対またバカ騒ぎになるよ。そうだな、これは神様に見せるべき内容だな。人間の努力をどうか見せつけてやろう。なんだろう、血分け肉踊るっつうかさ、この年になってまだ血が収まってないんだね。うん、なんかまだちょっと思うところありそうだな、ダーナは。頑張る。こういうところは多分ジバリーもなんか言いそうだよな。うおーとか。うん、さすが、さすが天意。さあ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 、こっちがボッコボコにしてあげるよ。いい。あ、そうです。おい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 、何が必要ですか。これ作れんのか。アフラソー聞いたことね。うん、大事の雫、強っ強っ。またどうぞ。はい、こっちの方もできる限りの準備しとかないとね。こっちは、あ、行こうか。歌手がいいのか。お、そういや墓参り済んだんかな。その様子俺が見逃してただけ？なかったんだよな。さてさて、じゃあ次は洞窟の中、住家の中か。うん、まあもう無理はしないようにね、せめて。命は大事にしてね。分かってたか。言うまでもなかったね。さて、赤ちゃん、赤ちゃん。ルーク。はい、かわいい。よし、今度は上。うん。いや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 、もう今までも責任重大だったし。お！おい、2連続！後ろで見てるカトリン！
厳しい。うん、ありがとうございます。オースティン、うん、はい、ありがとう。首相になりましたね、本当に。上は誰かいる？は、いなさそうだな。よし、向こうの崖の方はいないみたいだから、こっちと。お、野菜もなっとんの。回収回収。ほんとナスビになるの早いよな。トウモロコシでトマト、はい、オッケー。ほう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 。いたずらの派生かよ。そっか、こいつら確か投石っつうか、そういった役割やってるな。待って、話しかけたのは、レイヤーの方で、クイナ。オッケー。向こうは、ハシビロコウだけか。よし。オッケー、じゃあ、渡していこっか、プレゼントアイテム。一番時間食うの、これのはず。じゃあ、まずは落車に渡そう。へえ、好きなんだ、こういうの。もっと欲しいのかい。いえ。そうか、こういうの好きなんだ。今度もっと可愛い。そっか、ぬいぐるみ好きなんだ、意外と。上品なメガネを渡す。もう今度はもっと上品なもの。へえ。なー、確かにわかる気はしなくもねえな。うん。へえ。いいお父さん。ってちょっと今言おうとしたけど。うん。わ、かわいい。装備させられんの？え、ちょっと見てみたい。あ、アタッチメントか。あ、ほんとだ。
あ、本当だ、お、結構似合ってる。まあメガネ属性俺ないから外すことにはするけど。よし、じゃあ今度はヒンメル渡そうか。アドル。何？え？どこか汚れてるのか。ちょうどよかった。ああ、使わせたいやつ。運び当たるもの荷物に消して自身の消えて。そういうことか。ここでも運びのこだわり見せるんか。オッケー、じゃあちなみにこの石鹸って確か。なんだろうな、遺跡で見つけたんだよな。遺跡のあの閉じてあった部屋に確かあったと思うんだけど。綺麗な小石を渡す。今の格好も手作り。リコッタおしゃれ。こっち褒めたかった。これね、めちゃくちゃファッションセンスあるなと思ってたの。あ、わかる、わかる、わかる。かっこつけるとなんか元気湧くよね。リコッタも可愛いぜ。そうだ。ん？お、いいね。それは楽しみだ。じゃあマルクス物語いけかん。アドルニー。あ、そうだったんだ。どんな話なん。妻と子供のため頑張って戦う。どんな困難でも家族のために乗り越える。これ読む。家族の大切さがわかる。へー、リコッタには響く物語だったんだな。兄としてリコッタ、いや僕も一緒に。読めないんだよなこっちは。さて、銀のロザリオ。あ、そうだっけ？俺知らない。その道でやってもうやっていけるかもね。言っちゃったよ。はっきり言っちゃったよ。憲兵さんも向いてると思うんだけどね。両方やった方がいいと思う、あの人は。シスターにも祝福あれ。うん、頑張りましょう。神様の試練とはとても重いけど、シスターニアの好感度マックスと。で、エアラン、スロムーン憲兵騎将。これまさかと思うけど、エアランの部下のやつかな。浜辺で見つけた。やっぱりそう？あ、同僚か。どんな人やった？いいじゃん。俺とお前の仲だよ。ポール。うん。まあ、軍内の出世って多分そんなもんだと思う、きっと。
ちょっと話しかけちゃった。まあいいや。やっぱ水漏れしてやがる。誰だ雑に組みやがって。始まっちゃったイベントが。まあいいや、一度バラして組み直すしかねえ。アドル、2番の工具をよこしな。さすがの手際だね。俺は必要なことをやっているだけだ。ロムン本土にはまだまだ凶悪な指名手配犯が嫌がる。うん、俺は必ず戻ってそいつらをお縄にかけなきゃならねえ。今回みてえなことを繰り返さねえためにもな。もう一息で一緒に頑張ろう。ああ、お前には特に力を貸してもらうぜ、アドル。この先もお前の腕が必要になることがあるだろうからな。すげえ信頼じゃん。憲兵の多分ベテランさんだよな。会ってそんなに時間経ってないけど、すごい信頼されてんな。そうそう、こいつは機密だし独り言だ。はい。任務で謎の異変が起きた地域を調査したことがあるんだが、はい、周辺を洗ううちに面白いことが分かってな。はい。エステリア、フェルガナ、それにセルセタ地方。あの過去のやつ多少調べてます。エステリアってイース1、2でしょ。フェルガナの誓いっていうタイトルも確かあったよな。で、セルセタは、あれか。確かプレフォーでできる、イースの作品だわ。いずれも赤毛の剣士とかいうやつが現れる。解決に一役買っているってんだ。最近じゃ、サンドリアにも現れたって聞いたが、真偽はどうだかな。さあ、何のことかな。まあともかく、海軍のお偉方には興味を示してる方もいるらしい。もしかするとお前さんとは長い付き合いになっちまうかもな。さあ何のことかな。一体誰のことやろうね。俺の独り言に口を挟むんじゃねえ。今はこの島を出ることが先決だろうな。とっとと仕事に戻るかね。さあ忠告くれたんだ。もっともっと強くならないとな、アドル。さあわかんない。これはなんでディナなの？なんとなくかな。日頃の感謝でいいや。プレゼントどこで手に入ったか一個一個はさすがに全部覚えてないんだよな。なんだか意外。好きなようにしていいと思うよ。頑張れ。ありがとう。まあ、もしもの時はいいよ。きっと。はい。あ。こいつら話か。ほい。これは何なんだろうね。へえ。
奥さんの名前かな、これ。あ、娘さん。いや、あ、やっぱり待ってんじゃねえか。そう、ダミアが奥さんでティティが娘さんか。へえ、そうなんだ。なりそめ知りたいな。うん。ダミアが乗っ取った客船が大嵐に遭遇して、あ、命の恩人に嫁いできたんだ。助けられた本人たちからしてみりゃ相当嬉しいと思うぜ。さて、じゃあガトリンさんには銀の髪留め。アドル。うん。あの、役立つ。いや、もう似合うと思って。うん。うん。気に入らんかった？はい。あ、なるほどね。で、目つきもちょっと厳しいもん。なんか、あと、さっきも見たけど、サハドに対する態度とかさ、すげえ手厳しかったもん。はい、ありがとう。カトリンさんさ、アドルにメロメロだよな。間違いなく。こっちか。歌手はプレゼントなかったからいいとして、鈴木の首輪を渡す。うん。いや、多分だけどピッカード専用のあれじゃない？いいな、疲れっぷりやね。どういたしまして。こっちはマックスになった。ジャクイナ、くっつき虫。スクイナの背中にくっつける。いたずら好きのクイナにはいいもんだよ。やっぱりそう思うよね。いいね、それは見てみたい。あ、いいね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 。ほどほどにね。オッケー。よし。さーて、じゃあ。好感度は最大になったけど、なったよな。うん、なってるなってる。だから好感度マックスイベントは見なくてもいいはずだったんだけど、これ一回話しかけとかないと次マラソンに支障が出るからさ、結局ここで消化せざるを得ないよね。というわけで、消化しましょう。じゃあレイヤーから。いいよ。残り1個のお野菜は何なんでしょうね。だいたい片付いたな。
よし、このついでに草むしりもやっとかねえと。ほんと油断するとニョキニョキ生えてくるんだよな雑草ってのは。どっからやってくるんだろうね雑草って。農作業上手くなったね。まあ毎日いじってるからな。泥だらけになるから嫌なんだけどさ、やんないとすぐ荒れちまうし。でもさ、変な話だけど俺今結構楽しいんだ。ピッカードたちもそうだけどさ、こいつらって俺がいないとダメなわけじゃん。はい、ちょっと待って。はい、ごめんなさい、お待たせしました。じゃあ俺が守ってやらなくちゃって。なんかさ、おもちまもだ。これからも頼りにしてます。アドル兄ちゃんにそう言われちゃ仕方ねえや。ま、農場のことは任せといてよ。俺がバッチリ世話しとくからさ。うん、兄ちゃんたちも困ったことがあれば言ってくれよな。俺これでも将来はでっかい男になる予定なんだからさ。どんなでっかい男になるんやろ。いきなり畑仕事をやれって言われてさ、こうやって柔軟にできてんだから、多分いろいろやらせてみれば結構対応できそう。羨ましい才能だわ。じゃあ次クイナ。ん？あ、村抜けるの。近くの高台。あー、ここか。どうアドル、すっごい場所でしょ。ここなら知ってはいたよって驚いたよ。どっちがいいんだろう。驚いたよでいいや。ここは知ってる。でしょでしょ、うん、とっておきの場所なんだ。あ、ドギには絶対内緒だよ。外で遊ぶと絶対怒るんだもん。怒るよそりゃ。気持ちがよくって元気出るでしょ。船長さんの高台も風が気持ちいいけど、ここはお花の匂いがするもんね。だからアドルもあんまりしょぼくれてちゃダメだよ。ん？ダーナのことがちょっと、そうだな、俺もそのあたりは気になってる。そっか、よくわかんないけど、ダーナお姉ちゃんも大変そうだもんね。うん。そうだ、いつも元気でいる秘訣を教えてあげる。それはね、どんな時でもいいこととか楽しいことを探すこと。絶対、絶対にどんな時でもだよ。それがクイナの生きる糧。ありがとう。どういたしましてだよ。アドルも頑張ってね。え？それはちょっと違うんじゃないかな。でもいいや。赤くなったら自分でしょきっと。まだ早いよマセガキには。さてさて、また下のやつらメインだけか。じゃあこっちやろっか。はい、これアドルにあげる。金塊入りの袋。え？金？10万デニル分の金塊。え？こんな大金どこで？
商売人よ。もともと持ってたに決まってるじゃない。あーそっか。それはともかく、アドルは島から出た後も冒険でいろいろなところへ行くのよね。うん。てなわけで、新しい冒険先で何か珍しい品物を手に入れたら、はい、これまでと同じ要領で私のところにじゃんじゃん持ってきてちょうだい。つまりカエルもあったら買えってこと。まずは今私たち10万でいる。はめられた。僕は受け取ると言ってない。やれやれ。そうはいくもんですか。残念だけどすでに契約は成立済みよ。解除するならそうね。違約金は。ちょ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 、詐欺じゃん。分かったら黙ってお宝を持ってきなさい。だってあ、ごめんごめん、契約ってのは全部冗談だから。アドルの反応が楽しくてついつい悪乗りしちゃったわ。実は何かしらの形でアドルに感謝を示したくてさ。うん。私に用意できるのはお金くらいだったからこうしたの。だからそれは気にせず取っておいて。なーに、それくらい島から出たら一瞬で稼いでみせるんだから。まあそれでもいらないってんならどこかに捨てるか寄付でもしてちょうだい。うん。それじゃあ引き続き頑張ろうね。まあアドルに金は必要だろう。受け取っときましょうか。普段はお金受け取らないけどね、こういうの。天に増します大いなる主よ、どうかこの者に尊き加護があらんことを。これでよし。船長さんか。それにしてもこの漂流村もとても発展しましたね。ついには脱出のための船作りまで。みんなの協力のおかげだよ。ええ、私もちょうど同じことを考えていました。以前の私ならこの結果も神の御業によるものだと、うん、そう信じて疑わなかったでしょう。だろうな。ですが皆さんと共に多くの時間を過ごした今なら分かります。漂流村の今があるのは確かに我々の力によるものなのだと。どう言っても決して私の中の信仰心が揺らいだわけではありません。それはそうだよ。聖国の神はどんな時でも我々を見守ってくださっている、うんうんうん、ただ時には運命に抗う強い意志も必要だと、うんうんうん、神に身を委ねる前にまずは自分たちの力を信じて行動することが重要だと、うん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 、そしてその抗う姿勢こそ神が我々に求めておられることではないかと、うんうんうん、アドルさんや皆さんを見てそんな風に思わされました。いいじゃん、中世の時代にこういう人がいるって重要なことじゃない。私はただ皆さんのお背中を追っていただけです。ですがそう言っていただけて嬉しいです。アドルさん、どうか最後まで改めてよろしくお願いします。そして必ずこの精錬島からの脱出を成し遂げましょう。落車の次に多分変わったとは思う、シスターニアは。神の認識改めるって相当なことだと思うし。さて、じゃあ、道義。確かプレゼントあったよな。ちょっと忘れてたんだよ。こいつお酒好きなんだね。ご機嫌だな。うん。俺お酒ね飲めないんだよな。唯一飲めんのカシス、カシスなんだよ。バドル、ドギア殴る専門だからこういうのが一番いいのか。
海賊の亡骸から見つけたんだ。なるほどな。あははは、ちょっとまだ延期だな。さくはははは、忙しいのむしろって伝おうか。うん、むしろアドルの方がやべえんだな。オッケー、これでドギもマックスになった。あ、なったね。なったけど、ああ、マックスイベントあるわけじゃないんだね。よし、これでうん、今できる好感度マックスてかサポートスキルの底上げは完了しました。じゃあ今度こそオケアノス行こうと思います。それじゃあお疲れ様でした。さっきのピンポン申し訳ねえ。バイバイ。